ミュージックスタート。リトバトン。オッケー。おっしゃはじめまして。はい。ひょっこりはんだよ。細いですね。そうなんですよね。ちょっと痩せ型で、最近もちょっと体重減って痩せちゃって。すっきりして飲みやすいんで、ごくごく飲めるんで、暑い時とかにも多分これは飲めるなと思ってますんで、楽しんでいただきたいなと思います。ひょっこりー。ナイスひょっこりー。よっしゃー。ひょっこりー。キレしてって僕があって本当に美味しいコーヒーだなと感じます。これからの季節、ぜひたくさんの方にごくごく飲んでいただきたいと思います。ナイスプリー広瀬ハーン。ありがたいですね。ちょっと脱力した顔というか、ちょっと抜けたスッとした顔。うまい。やってました。ひょっこり。さっき言えばよかったですね。センスありますね。でぜひこれ来てもらって。ああ。今度やってもらいたいです。来てよ。来てよ。僕ひょっこりするとき結構足とかもうこう重心落としてこの曲線、はい、というか。これ結構こだわってるんで。あ、きつい、確かにきつい。ここがすごい。そうなんですよ。こことか、このお尻のところとかがすごい、こう張るんですよ、これ本当にやると。ダイエット法。そうなんですよ。だからかもしれないですね、もしかしたら痩せてるの。なるほど。ひょっこりがもしかしたらダイエットにつながってるの かもしれないですね。変わりましたね、もう本当仕事の量がまず増えましたし。で、さっきも言ったんですけど、なんかだんだん痩せてきた。さあ食べてないつもりはないんですけど、だんだん痩せてきて、はい、ちょっと心配になってるんですけど。ほっそりはん、体重ほっそりはん。ナイスほっそりではないです。体重でも60キロないなかったですね、この前まで。お財布の方は、はい、いやお財布なんかちょっと待ってくださいよ。違う、本当に今もう一番大変なんですよ。はい、ふっくらはんにはなってないです、まだ。ほっそりはん一番今大変です。家賃も今やばいの状態ですから。はい、アリスはーん、アリスはーん、ありがとうございます。